カテイルはオーシアの揚陸艦だ。どうなってる？なんだと？未確認機が接近中。こんな時に対空戦闘用意。こちら AWACS ロングキャスター。そこにいる航空機はロングレンジ部隊の所属機だ。味方機か。撤退中の車両が攻撃を受けている。航空支援を要請する。了解。識別完了。目標を捕捉。それでは分かりました。車両の破壊側の海面に着弾。タイラー島の状況を教えてくれ。車両を破壊したぞ。最悪だ。味方は島内をじりじりに配送している。配送だと。我々は撤退する部隊に囲まれ、この船を送ろうとしていた。
敵の背後を取った。反政府の連中が来た。一人は抜かさせろ。二人目で決まるつもりだ。味方機の探索を急いでくれ。早く見つければ救える味方も増える。負傷者を置いていこう。これで俺たちは天国には行けん。ここが全て。
撃ち落とすしかない。アーセナルバードの防空圏に入る前に。
急がないと間に合わなくなるぞ。敵の防空圏到達まで残り3分。メソメソメソ前期警戒しろ。敵をレーダー上に確認。メソ背中を見せて投降になるが、サプライシップの破壊を優先するしかない。これじゃいい的だ。だが一度離れればサプライシップに追いつくのは不可能だ。敵に手を下げて落ちてないとは悪い連中だ。サプライシップが雲に入った。姿が確認できない。どっちの機体から狙う？サプライシップについていこうとするな。トリガーについていくんだ。いいぞ、俺たちが完全に後ろを取っている。敵防空圏到達まで残り90秒。後ろだ。腹をすかせた化け物どりか。餌を届けさせるわけにはいかんな。くすぎ。残り60秒。見たかよ今の爆発。ひとまず息片付いたな。サプライシップは2機いる。残りの1も撃ち落とせ。トリガー追いつけなくなるぞ。最大水力で飛ぶんだ。サプライシップを逃がせば俺たちの勝ちだ。ジャグ、フレア残りわずか。情報者の前の作戦だけどな。進展しかない。ミサイル命中。でかい花火が上がったな。この機体に窓があったらこっちからも見えていただろう。よくやってくれた。島から出る難民や、そうだな、エルディアの脱走兵たちも一緒だ。発煙筒を持って戦車の前に出た娘は何者だ、スクラップクイーン。あんな大バカ野郎が何人かいりゃ下も地獄じゃなかったかもしれんぜ。あんたらが爆弾を落とさなかったらあの難民はどうなったと思う？それを見ちまったのさ、うちの王女様は。小さい子供もいてな。空はいいぜ、そういうのを見なくて済む。それで戦争は終わりに近づいたのか？いや、戦争が終わらない可能性を防いだってくらいだ。カウントの言う通りだ。そして俺たちは元の基地に戻るしかない。燃料と食事が底をつきかけてるあの基地に何とかしないとな。前の攻撃は禁止だ。ああ、仲間を撃つつもりはねえ。
ありがたい。戦場は混乱している。エルジア軍同士の争いまで始まってる。気をつけてくれ。状況が分かってきたが、クソったね。あいつら痛いな。ロシア軍と共犯軍をやってくれてやめてくれ。攻撃で耳がやられた。エルジア政府軍だけが味方だぞ。万世の軍と間違うだ。すまない。巻き込まれた人はありません。地面に並んで死んでいます。最新の識別情報をオーバーライトするから確認しろ。何しかない。
からの情報だ。攻撃するな。撃つな。了解。撃つのをやめろ。これから何をすればいいんだ。誰に撃ってしまいんだ。君らは生き残ったんだ。それを考える時間はある。
るか。助けてほしい奴らがいる。今私の目の前でエルジアの戦車に囲まれてる何人だ。控えめに言って、あいつらに明るい未来はない。これは軍用回線だぞ。一体何者だ。私はそうだな、スクラップクイーンだ。ああ驚いた。ロングキャスター味方だ。俺とトリガーはこの声を知ってる。その声、生きてたか伯爵だな。貸してくれ。よう久しぶりだな。俺は二人とも生きてると思ってた。トリガーについていけば生き残れるからな。こっちは一つ情報でいいです。難民を助けてくれたら教えてやってもいい。私は一肌脱いでもいい。ああ、そうだ、1時間でいいんだ。敵を追い上げにすることに意志があるんだ。エコー13、周囲の敵を始末した。了解。これがラストチャンスだ。走れるところまで走ってみる。全てのターゲットを破壊した。これで全て識別できただろう。ミッションは成功だ。よし、スクラップクイーン、爆撃地点を指定してくれ。それをどうやるか考えてたところだ。レーザー目標指示装置はないのか。持ってるわけねえ。発煙筒を持ってきたよ。敵防空圏到達まで残り90秒。入手だな。
腹を空かせた化け物鳥か。餌を届けさせるわけにはいかんな。ひとまず息片付いたら、サプライシップは逃げる。残りの息も撃ち落とせ。トリガー追いつけなくなるぞ。最大水力で飛ぶんだ。サプライシップの苦手な俺たちの感じだ。シャク、フレア残りわずか。情報者の前の作戦だけどな、信じるしかない。ミサイル命中。上がったな。この機体に窓があったらこっちからも見えていただろう。よくやってくれた。さて、私らは船を探して島から出る。難民や、そうだな、エルジアの脱走兵たちも一緒だ。発電灯を持って戦車の前に出た娘は何者だ、スクラップクイーン。あんな大バカ野郎が何人かいりゃ下も地獄じゃなかったかもしれんぜ。あんたらが爆弾を落とさなかったら、あの難民はどうなったと思う？それを見ちまったのさ、うちの王女様は。小さい子供もいてな。空はいいぜ、そういうのを見なくて済む。それで、戦争は終わりに近づいたのか？いや、戦争が終わらない可能性を防いだってくらいだ。カウントの言う通りだ。そして俺たちは元の基地に戻るしかない。燃料と食事が底を突きかけてるあの基地に何とかしないとな。